マルサンホビー動画チャンネルです。バンダイ SH フィギュアーツ、マーベル映画エターナルズより、セルシのご紹介です。こちらのモデルは服のこう模様やモールドがものすごくこう細かく再現された可動の、フィギュアになります。でこちらの写真にあるように、まあ、様々なポーズをとって、動かすことができます。そして、こちらが本体の方になります。顔の造形がものすごくこう細かくできていて、もうまるでこう本物のような感じにも見えます。そしてこの模様やエンブレムなどはものすごくこう細かくカラーリングで再現されております。でこう腕のところとかはこう色が少しずつこう変化しているような塗装もされています。でこちらが背中の方になりますけれども、背中の方にも細かくこういうラインが描かれています。でこちらが右側ですね。こちらの方も色合いを少しずつ変えてあります。そしてこれであと基本的なちょっと、可動の方をご覧になりますけれども、まあ一応頭の方、髪の毛はこうすごいこう柔らかいこう素材でできてますので、まあ、ある程度顔もこう横へ向いたりで前へこう倒したり後ろへ倒したりということができます。そして腕の方はこういう、前後ろへスイングする機能の他に、少しちょっと下げていただければこうもう手がこの水平くらいまでには上がります。そして肘の方はこのくらいまで曲がります。で手首はまあこのぐるっと回る動きと、あと、これ前後にこう倒れる動きが取れるようになっています。そして胸のこの下のあたりで可動する関節がありますので、これかなり大きくこう動ける、このくらい体が反れるぐらい動きます。で後ろのこの服もこうちょっと柔らかい素材でできてますので、こう動かしてもこう支障がないようになってます。あとこう少しこう横側へこうスイングする動きですね。そして服のこの、その部分はこう柔らかい素材でできてますので、足を結構上げても動くようになります。で、あと膝のところも、よいしょっと、結構このぐらいまでぐっと、こう折れます。そして足首は、こう前後に倒れたり、あと横に、ごめんなさい、こう横にこう回ったりします。で、つま先がぐっとこう折れますので、膝立ちなんかの時にこの動きがあるといいです。でフィギュアの方はこれで、基本の動きのご説明になります。そして、付属品の方がですね、まずこちらの方になります。こちらがこう交換用 のフェイスパーツで、目が金色になるゴールドアイの状態をここで再現しています。これを付け替えることによってこうまた表情が変えられます。そして手首の方がこういった大きくこうパーのように開いた手と、あとこうちょっとこう、人差し指と中指を立てたようなこういう、造形のものですね。あとこちらの、武器を持つ手が、ついています。で武器の方は、この最初の、木の状態ですね、これがありまして、それで、超能力発動の時のこのクリスタルにこう透明になった状態の2種類がついています。
で、まあ、こういった武器の方はこちらの方の手でこういう風に持たせることができます。はい、このようにいろいろポーズや武器などで動かせるたり遊べたりするフィギュアになっておりますので、ぜひお客様のコレクションの一つとして加えてください。このような新製品を続々ご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これで以上です。バイバイ。